まあ、トップはね、基本的に僕もみんなもそうなんかもしれんですけど、僕結構待つんですよ。ブッキングは。あれね、やっぱ最初の頃はね、トップでこうバイト出ると、もうびっくり合わせする人が多いというか、みんな結構わかってると思うんですけど、びっくり合わせしちゃうと、単純に水の上にルアーがあるのであって、バスがバイトする瞬間のパーンっていう瞬間って口は上に向いてるんですよね。上に出てる。なんせ上に出て、下から上がってきて上に出てるわけですから、頭は水面に向かって上向いてるんですよね。そこで合わすと、口は上向いててルアーが上に飛んでいくんだから、それは取れるっすよね。じゃなくて、パーンって出た後に、水面出た後に反転して水にその餌を食って、空気中の、まず自分が不利な空気中の外敵からまず逃げる。まあ自分が出たと同時にね、タカとかさ、その瞬間、バーって水面落ちてってパーって食ったりするじゃないですか。だからそうさせないためにも、自分でこう、バーンって出た後に、水中の中に反転して、ちょっと深く潜っていくっていうことなんですよね。だから、上に出た瞬間で合わせたらおのずとバレるんだけど、反転して潜って2秒、バーン出る。1秒ぐらいかな ?1 秒かなバーンって出て1秒置いてフッキングぐらいがちょうどいいんかなみたいな。潜り始めぐらいの1秒。バーンって出て水面から30センチ潜ったかなぐらいでフッキングするみたいなイメージ。で、フッキングしてるんですけど。まあ皆さんどうですかね。だからフッキングって結構さ、バスが走っていった方向と逆にフッキングするじゃないですか。それと同じイメージですよね。トップウォーターで出た瞬間のフッキングって走っていた方向にフッキングすると一緒なんですよね。出て反転して水中に潜ってからフッキングするから走っていた方向と逆にフッキングすることになるんで、よってフッキングの時間っていうのは絶対遅らせた方がいいんですよね。マジ？はい。皆さんやっぱ同じっすね。たぬきさん、本流は今トップにめっちゃ反応するから楽しみですね。あ、